おはようございます。速稼塾の久保です。今日は月曜日なんですけども、まだ相場が空いてませんので、FX の基礎講座の話をちょっとさせていただきます。基礎講座が始まりましてね、もう1日2日経つんですけども、早速ですね、このぐらいのコンパクトな内容で本当に負担なく学べるんで助かりますということとか、自分の知識が振り返って再認識できるということで、本当にね、ありがたい、言葉をいただいております。おおむね参加してよかったということでメールをいただいてるんですけども、もしね、参加をちょっとね躊躇していて、今からでもどうかな、入れるのかなっていう方がいらっしゃいましたら、それは可能ですんで、もしね、速稼塾のこの FX 基礎講座の方、もうぶっちゃけですね、ブックオフに行って中古の本買ってきて学んでもいいんですよ、ね、それをなかなか今までできなかった方向けの教材でございます。ですんで速稼塾塾生さんは、まあ、29,800円で提供してますし、それから速稼塾の塾費用を満額もうお支払いの方にはね5,000円で提供しておりますので、まあ手に出せる金額ではないかなと思います。そして FX を本当に一から学んでいきたい方、学んだことはあるんだけども挫折した方、 FX を取り組んだんだけども結局勝てなかった方、こういった方向けのものになってます。本当に基礎の基礎からです。掛け算の九九で言ったらね、11が1、陰2が2、陰3が3っていうものではなくて、これが1ですよ、これが2ですよ、これが3ですよと、1が1個あって1ですよねっていうところから教えているような教材です。まあ、ですので1日にね1分前後ですし、まあこれでできないことはないと思います。これでできなかったらもうね諦めてください。これはここまでね分解してお伝えしててできなかったら、ちょっともうこれは、FX とかビジネス向かないのかもしれないなと思うぐらいのものです。そしてまずは第1フェーズは16話でできてます。16日連続でカリキュラムが送られてきます。ですので総時間にしてね、単純に30分かかりません。16日分でもどうですかね、16日分でもまとめてみても30分かかんないんですよ。そして16日が終わると確認のための中間テストがあります。これはすでに中間テストを5つの設問で設定してもう送れるようになっております。そしてそのテストが終わったらテスト休みっていうのがありましたよね。3日間ぐらいテスト休みがありまして、その間にテストが分かんなかったところを復習して送っていただいてもいいですし、もう一回ね、一から見直すのもいいと思います。そしてそのテスト休みが終わると第2フェーズが始まります。第2フェーズはチャートを見ていきます。チャートの見極め方をやります。かなり具体的にやりますので、これも超分解してやります。むちゃくちゃ分かりやすいです。そしてチャートの見方がちゃんとできたかなっていうようなテストもきちんと設けてます。第3フェーズはローソク足を見ていきますよ。ローソク足をものすごく細かく見ていきますので、もうこれはねローソク足の博士になっちゃうと思います。でそれが第3フェーズです。であとは第4フェーズは全体をまとめた概念とかね、時間の設定ですとか、どういうふうなエントリーの仕方をすればいいかっていう基礎をもうマスターした上で、この手法はもう覚えておいてくださいよってものをやっていきます。それで全部が終わりですね。で全部が終わったら今度はね進級テストといいますか、なんかねもうトータルの総合テストがあります。これが終わってこのテストに合格できた方には中級編が届くというかね、中級編のインビテーションがあります。もちろん中級編に参加しない自由もあります。もうここまで基礎が固まったらあとは自分でできるよって方は参加する必要はありません。中級編はねまた29,800円ではないですけども、ちょっとした金額になりますので、ここは中級編はまともな FX のいわゆるねコンサル塾みたいなことになってきますので、ちょっとね手が出ない方が増えると思います。まあ、ですけどね、基礎ができていればあとは自力でできると思うんですよ。ですのでとりあえずは基礎を固めていただいて、確かに身についたなと思ったらこれはね大きな自信にもなると思いますし、そのまんま今までね培った FX の、例えば私の毎日やってる相場解説でも十分立ち向かっていけると思いますので、そこはねもうちょっと先で考えてください。まずは基礎を固めましょうということを今日の連絡にさせていただきます。まとめて申し上げます。速稼塾の基礎講座は今からでも参加はできます。そして基礎講座っていうのをパーフェクトに完了すると中級編が届きますけども、これは中級編に、行ってくださいというよりももうね私の毎日の相場解説を見れば、解釈できるんじゃないかなっていうところまで来てると思います。まあ、ですんでね、より足場を固めたい方は中級編に来ていただいてもいいですし、中級編はねやっぱりプラスアルファで金がかかるのはどうしてもなっていう方は、これはもうね私の日々の相場解説を見れば十分だと思いますので、そちらの方で、FX のね鍛錬をしていってくださいということでございますね。それではいってらっしゃい。